こんにちは、ハイエンドです。フォーナー買ってきました。フォーナーにこの命を捧げん、伝説の戦士たちの戦いを描いた壮大なスケールのアクションゲームということがね、なんかこのパッケージの裏に書いてるということでね、これなんだ、2対2のデュエルを今プレイしてますね。で、フレンドのバカボンさんとプレイして、早速ね、2対2なんで、もちろん2対1の状況に持ってって、卑怯な戦い方をしていく。まあね、勝ってなんぼなんで、このゲームはね。虐殺の限りを繰り返すと、後ろから、このね、薙刀持ってるやつがちょっと強えんで、強キャラですね。で、どついて、焼いて、こう、なんか毒食らうんで、ちょっとスタミナがないんで、ちょっと引きましょうか。やめてくれ、やめてくれ。よし、で、突撃して、コンボ入れて、もっと味方が、相手の相方を倒してくれたせいで、もう2対1になりましたね。これはもう含有率ということでね。まあ、まったりね、じっくり、じわじわと、なぎなたをね、狩りに行きましょう。ほら、強攻撃当てて、で、倒していく。いいっすね。この完璧な作戦です。これ5ラウンドあって、まあ、3ラウンド取ったら勝ちかな、というゲームモードですね。はい、ラウンド2開始。で、速攻で味方に合流。おっと、こっちじゃない。おっと、やばいやばい。どこだこれ。場所がわからない。なるほど、お前、やる気か。この俺と対話をしようっていうのかな。この俺のウォーロード様に、ウォーロードで会ってるよね、こいつ。なんかね、ガードが硬いっていう感じで使ってみたくて、今使ってるんですよ。ほら、ほら、もう適当だ。ほら、倒した。まあ、結構ね、このゲーム操作が複雑で、ガードする方向も3方向あってね、じゃんけんみたいに、ガードの方向をちゃんと合わせないとガードできないんですけどね。まあ、こんな感じですね。操作もいろいろあって、覚えることもあるんでね、ちょっとこれから覚えていきたい。今もただ切ってるだけでしょ、適当に左右。適当に切ってるだけで勝っちゃってるんです。もうちょっとね、操作を覚えてきたら、メリハリのあるアクションができるのかな、感じですね。ということで、第3ラウンド開始。自分の目の前には、なぎなたの女性の方がいますね。ちょっと、君も、おばさんをちょっと落ち着いてくださいよ。おばさんをどっついて、ぶった切って。適当だ、こら。ほら、ほら、ほら、ほら。よーし。倒した。で、味方に合流して、おばさんを切り捨てた後は、味方がどこにいるかわかんねえ。あ、いた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 。もう戦ってらっしゃる。後ろから、ほら、飛びかかって切って、やる、味方ものとも切っていく。勝利。いいっすね。はあ、ひどい試合だ、これは。まあ、これはもうただもう適当にね、切ってたまたま当たったから勝ってるみたいな感じなんですけど。なんだこれ。オーダー完了。なんか武器とかも手に入るみたいですね。で、設定、武器を装備させて強化させていくのかな。まあ、あとなんか、剣技だかなんだか忘れたんだけど、なんかスキルも持っててね、そのスキル使って試合を有利に進めていくということもできるみたいなんですよね。で、という感じですね。じゃあ早速次行ってみましょう。さて、じゃあ早速次の街行きましょい。塔の廃墟、ブロール。ブロールってのがこの2対2のモードなのかな？で、今回使うのは、ウォーロードですね。ヘビー、中級者向け。ちょっといきなりね、ウォーロードから入っちゃって、中級者向けって書いてんだけど。まあ、なんか、リーチがないのかな、こいつ。リーチがないから、あんま追うのも難しいっていう感じですね。で、相方が、レベル13になってやがる。いつの間にそんなにやってたんだ。で、なんか、バイキングじゃねえな。ウォーロードじゃなくて、ウォーデンか。ウォーデンとウォーロードですね。で、相手が、オロチと、ノブシだったかな。また、いやらしい組み合わせらしいですね、情報によると。
まあね、ノブシさっき戦ってて、なんかやっぱリーチがあってね、毒の月がいやらしいですね。あのおばあちゃん。なぎなたおばあちゃん。もっと目の前にいるのは、オロチだ。こいつどんなやつかわかんねえんだよな。でね、これマップ、高いところにあるじゃない？これ落とすことで一撃で倒せるんですよ。お、なんかね、叫んでるね、相手も。ちょっと嬉しいな。ゲーム、ね、無事に変えて嬉しいんだね、あいつもね。ってことで、相手をね、今回ここに突き落とそうかと思います。ほら！突き落とすときは、四角ボタンだ。相手もそれを気にしてるせいか、あまり攻めてはこないな。もっと逆方向から入ってくる。だが、そんな簡単には行かせないぞ。何が何でもこっちに誘い出してやる。もう来た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 。来たぜ！掴んで落とす。おぉ！あはははは。あえ。試合になってねえな。何これ。終わったんだが。落として終わったんだが。いやいや、おなぎなたおばちゃんか。次は君だな。ちょっとこっちおいでよ。ちょっとこっち来てほしいんだよね、おばちゃんおっと、やべ、おばちゃん強い。くそ、なんだこのおばちゃん。鍛えてんな、ジムで。くそ、もうコナン言ってんのか。やめてくださいよ、おばちゃん。おばちゃんもちょっと男、ほらで、掴んで。ん？落として。あれ？柵がある。ほら、おばちゃんを、突き落として、うわぁ俺が突き落とされてんじゃん。ダメだ。あはぁ。ちょっとあれだな。ひどいな。ぐったぐだなとかになってますけども。これがね、フォーオーナーっていうゲームですね。ラウンド3。さあ、気を取り直して、今度オロチが相手だ。で、落とすところがないぞ。ここはもう対マン張るしかないかな。ね、ウォーデンはね、全方位ガードができるんで、ウォーロードか。マジやった。2点で。ほら、頭突きしようとしたところを、切られてしまう。ほら、切って。危ねえ。スタミナちょっとね、すぐなくなっちゃうんで、気をつけていきたい。やばい。ちょっとこっちが不利か。あ、いててててこれすげえ切ってくるよ、このおじちゃん。オロチ。顔が見えないんで、おばちゃんかどうかわからんが、おっと、味方が、敵を倒してくれたんで、まったり、追い詰めました。いてっ！あー、やられた。ちょっと油断してたらやられちゃいましたね。あと味方に任せて、このね、騎士が頑張ってくれると思って。おっと！これなんか、あれかな。あー、負けちゃったが。ちょっと、オロチ、強いんじゃないの？いいっすね。長い刀でぶった切ってくるのは恐ろしくて。さて、ラウンド4。あ、おばちゃんですね。なぎなたおばちゃん登場です。こんにちは。元気ですかね、なおばちゃん。ちょっと、おばちゃん、こっち、ちょっと狭いところに行きましょうか、おばちゃん。おっと、来ない。おばちゃん、ちょっと気にしてますね。さっき、おもむろに落とそうとしたのが分かってるせいか。じゃあ、いいよ。もう、頭突きしてからの、胴切りコンボで。で、押して参る。かっこいいな。この、声かっこいいな。いいね、押して前でもう一回聞きたい。あ、味方がやってきてくれた。あー、これボコボコ。もう左右で挟み撃ちして。ひでーこれ、変な、このゲーム。なんかちょっと面白い、シュールだな、これ。お、オロチさん、あ、どこ行くの、オロチさん。じゃ、こっちで遊ぼうぜ。なんか落としてやんね。おら突きして、突きからの、コンボを決めたいが、うまく決まらなかったですね。これ左にも落ちんじゃないの、もしかして。ほら、おいで。こっちおいで。で、突っ込んで、頭突きして、超蹴りから。おっと、やばい。ほら、お前落ちろ。ほら、いて、なんだこれ。おらー、うおー、やった、落ちたかな。よーし、勝ったぜ。勝利の雄たけび、三角ボタン。いや、なんかこれ、あれだ、勝っても負けても面白いな。ひどい。まあ、つうことでね、なんか、まあ、こんな感じのゲームですね。まあ、多分これね、始めたばっかだから、ぐったぐたになってんだけど、もうちょっとね、煮詰まってくれば、もっと試合っぽい試合にはなると思う。
ただ今はね、もうでもこのね、最初の頃のグダグダ感が楽しいんだよね、こういうゲームって。まだみんな切磋琢磨していろいろね、情報を得ている段階なんで、まだいろいろできることも少ないんだけどね。その中で繰り出される新構造が面白い。さて、次はマップを渓谷に変えて、で、あれ、人が変わってるけど、構成が全く同じだな。なぎなたおばちゃんとオゴロチさんじゃないですか。で、こっちも同じですね。ウォーデンとウォーロード。ウォーロードの特徴は、なんといっても、硬さだよね。なんか、下ガードで全方位ガードできる。で、その状態かさらに、ヘッドバットとかできる。相手をよろかすことができる。じゃあ、警告で早速プレイしていこうと思います。真ん中がなんか、今水になってたけど、あそこ落とせんのかな？ということでね。早速ちょっと歩っていこうかな。まず、味方に合流したいが、どこにいるのかがわからない。もっと追ってきている、オロチさん。オロチさん、オロチさん、ほら、君ですよね、オロチさん。あ、いてててててて。すんだよ。あ、あれあれれれれ。あれ、もっと落とされてるよ。もっとやばい、やばい、やばい。なにこれ。ちょっと、あ、俺、俺にさ。もう何、お前何やってんだよ。驚いてる場合じゃねえ。ほら、もう落ち着け。あはは、ぼちゃーん。あれもう一人はもう一人どうしたの落とした記憶ないんだけど。どうしたんだろうな。一人やったら、勝っちゃった。ラウンド2。ラウンド2。さあ、相手は、対面にいるのは、なぎなたおばちゃん。走ってきた、なぎなたおばちゃんが走ってくる。変な声上げながら切りかかってきますね。ちょっと押してまいるが聞きたいんだが。この何やってんだ、あいつ。だいぶ遠いのに、ほら、ヘッドバットして、強切りから、コンボ入れていく。で、ちょっと待って、味方は？あ、死んでる。やべえ。死んで、2対1はまずいな。ということでね、ちょっと狭いところに、広いところで戦っててもね、挟まれるだけなんで。橋んとこに行っちゃいますか。ここ。ここ私のね、死に場所ここって決めました。さあ、かかってこいや。こっちにいるんでね。もう一人どこ行った？おばちゃんしか来てないぞ。おばちゃん！あ、いたいたいた！オロチとおばちゃん。来ましたね。もう落として、落っことしてやるよ。二人ともよ。おい、出て出て出て。何すんだよ。ほら！ガードして、落として。いて出て出て。おばちゃんが、おばちゃんの突きがきつい。ほら、ほら、ほら、落として、さらに、おばちゃんをぶった切って、ほら、倒したぜ。おっと、途中も落ちそうになったね、もうおじちゃん。ほら、勝利の雄たけび。いいっすね。ラウンド3。なんかね、変な必殺をどうやって出したのかわかんないけど、急に本気出したよ、こいつ。さて、オロチさんを飛び上がってヘッドバット。うい、一撃。これがね、ウォーロードの強さですね。で、味方が、なぎなたおばちゃんを後ろから切りつけて、当たらない。やっぱリーチがね、短いですね。ほらほらうわうわごつい顔を出して、切っていく。お、いいね。とどめを。あー、頭、おばちゃんの頭を。ははは。いい感じにぶった切ってますね。よーし。てな感じで、非常に面白いゲームですね。まずとね、これ今日出たばっかで、めっちゃ面白いんで、しばらくこれ続けていこうと思います。以上です。